キングダムエデュケーション聖書に基づく科学担当の宇佐美みのです私はジェネシスジャパンまたラブクリエーションというそれぞれの団体の会長をしておりまたミト第一聖書バプテスト教会の牧師をしていますこの、えー、聖書に基づく科学の時間では今は動物学をずっと続けていますけれども 特に飛翔生物の第5日に作られた飛翔生物の昆虫について話をしています前回はシロアリについて話をしましたけれども前回に引き続き社会性昆虫のアリを今日はお話ししたいと思います 皆さんは聖書の中に蟻が出てくるのを知っていますかもしかしたら皆さんはアリああそこだと思って思い出したかもしれないですね実は神言の6章6節から8節に、えー、アリが出てきますどのように書かれているかというと怠け者よという怠け者に対する呼びかけから始まっているんですね怠け者よ 蟻のところへ行きそのやり方を見て知恵を得よ蟻には狩猟も司も支配者もいないが夏のうちに食物を確保し借り入れ時に食料を集めるこのように書かれていますこの神言を書いたソロモン王はどのような人だったでしょうかソロモンがどのような人であったかについては、えー、第一列王記に書かれています 第一列王記の「章節節から34節を見てみたいいと思います神はソロモンに非常に豊かな知恵とエイと海辺の砂浜のように広い心とを与えられた」それでソロモンの知恵は東のすべての人々の知恵とエジプト人のすべての知恵とに勝っていた。おそらくこの東の東 人々というのは中国人のことを指しているのではないかとも思われます。もちろんアラビア人も含まれると思います。彼は全ての人、すなわちエズラ夫人エタンやヘマンやカルコルやマホルの子、ダルダよりも知恵があった。それで彼の名声は周辺のすべての国々に広がった。このエズラ夫人エタンとかヘマンという人は、 ソロモンが建てた神殿の、えー、宮で歌う対応していた人たちですね詩篇も書いている人たちですで彼らよりも知恵があったそう書いてあります彼は三千の神言を語り彼の歌は一千五百種もあった彼はレバノンの杉の木から石垣に生えるヒソプに至るまでの草木について語り 獣や鳥やも物や魚についても語ったソロモンの知恵を聞くために全ての国の人々や彼の知恵の噂を聞いた国の全ての王たちがやってきたこのように書かれていますこの第一列王記に書いてあることは創造主が特別な知恵をソロモンに与えられたことですね。これは ダビデのに対してソロモンに何を報いようかと主がおっしゃられた時ソロモンが知恵をくださいと言ったからですねそしてソロモンは知恵を得ましたそれは主の御心にかなった求めだったわけですね。彼はは政治的なことも当然よくくかっていいたたわけですね多のの国々の人たちあるいは 国他の国の王たちがやってきてソロモンにどうしたらいいのかそう尋ねましたそれだけではなくソロモンは芸事にも秀でていたわけですね、えー、特にソロモンは信玄を書いたりあるいは、えー、画家とかですねそういった歌を作ったり、まあ、そのようなことをしましたまた。 それだけではなくて、えー、33節のところを見ますともう一度読みますけれども「彼はレバノンの杉の木から石垣に生えるヒソプに至るまでの草木について語り獣や鳥や饗物や魚についても語った」こう書いてあります。ということはソロモン王は科学についても非常に豊かな知恵と知識を持っていた。 っていうことが言えるわけですね。もしかしたら、今日の科学者でさえ、ソロモン王にかなわなかったかもしれないです。もし私が、まあ、ソロモン王が今生きていたらですね。みんなが世界中から、ソロモン王のところに。この、科学でこういうことがわからないんだけれども、これはどういうことですか。聞きに行って、ソロモン王が答える。そのようなことが。 見られたかもしれません。もしソロモン王が生きていたですけれども、ソロモン王はこの草とか木とか魚とかについてよく知っていました。当然昆虫についてもよく知っていたでしょう。だからソロモン王は蟻を引用して箴、えー、言の六章の言葉を言ったわけですね。もう一度箴言を読みます。 怠け者よ、蟻のところへ行きそのやり方を見て知恵を得よう蟻には狩猟も司も支配者もいないが夏のうちに食物を確保し借り入れ時に食料を集める多くの人は蟻には狩猟がいると思っているかもしれませんそれは女王蟻に違いないそのように考えるかもしれないですねでも実際には女王蟻が指示をして いちいち指示をしてあなたは働きなさいとかあなたは部屋を片付けなさいとかあなたは、えー、子どもを世話しなさいとかそういうふうにするわけではないんですねもうそれぞれのありが自分の本能の中に自分のなすべきことをまあ与えられていてもう既に創造主がありそれぞれのありに自分のなすべきことをプログラムされているわけですね。 そのプログラムに従ってアリはそれぞれの自分の役割を果たしているわけです今日はそのアリの役割についても考えてみたいと思いますけれどもアリには狩猟も司も支配者もないこれは本当にアリの研究をしていくならばそれが事実だということが分かってくるわけですねそれでは、えー 前回社会性昆虫のシロアリを見ましたけれども今回は、えー、マクシモクと呼ばれる分類に入りますけれどもととアアリリののうちのアリを見ていいいきたいと思います実はハチとアリっていうのは全く違うもののように感じるかもしれないですけれども分類をしてみるならばミツバチよりも あるいはスズメバチにります。ただこれは創造主が作られた時にアリとスズメバチを全く別のものとして作ったのかあるいは禁煙として実際にはそ,のそれぞれの祖先がいたのかどうか、えー、まあ祖先が一つだったのかどうかこれはえ今は分かりにくいところではありますけれどももしかしたらスズメバチも 蟻も元々は一つの親から生まれてきたのかもしれません。これは蟻の体の構造になりますけれどもいかがでしょうか。蟻の特徴が分かりますでしょうか。昆虫は3つの部分に分かれるというふうにお話ししましたけれどもそれは頭部と胸部とそれから腹部ですね。でこの 蟻を見ますと、実はお腹のところの前にですね、腹部の前、腹部と胸部の間に一つボコッという部分がありますこ。この部分を腹平節というふうに言うんですけれども、この腹平節を持っているのが蟻とかスズメバチの仲間の特徴ですね。で、えー、ちょっと顔の方を特に見てみたいと思いますけれども。 この顔のの顔部部分分には大大顎顎があります。すきな顎の部分ですね。そして触覚の部分は、えー、呼び方が2つに分かれていてその根元のまっすぐこう生えている部分を併設といいう,うに言います。そしてここから先はたくさんに分かれているんですけれども、えーまあ、曲がるようになっているわけですけれどもその部分が「弁説」というふうに言います。 の併せと弁説から触覚はなっているんですねそれから目のところは副眼ですねそれから副眼だけではなくて単、えー、眼を持ってきちんと持っているものと、まあ、ほとんど単眼がなくなってしまっているものとありますけれども、えー、こ,のこのアリを見ていただきたいと思います。これれはブルアントと呼ばれるアリですね まあ、世界でも最も獰猛なアリの一つですけれども。えー、特にこの大顎は。ちょっと噛まれたくないですね。そのような。アリです。で、このアリの、えー。頭のところですけれども。黄色い矢印の先のところに。三つの点点点という茶色い部分があります。茶,茶色い丸ですね。えー、三角形に。配置された三つの。 点がありますけれども、これが単眼です。皆さん単眼は何をするところだか覚えてますか？単眼は光を感じる部分ですね。光を感じる目です。蟻の多くは複、えー、眼がありますけれども、そんなに目がよく見えるわけではありません。まあ、多くの蟻は穴の中で生活していますから、複眼があってもそんなに役は立たないそういうことがありますね。 むしろ、えー、目よりも匂いなどで行動をするっていうことになります。でこの「アリは」は、えー、昆虫で眼眼と単を持っているっているうことですねそれからお腹の方を見てみたいと思いますけれども先ほど言いました「腹平節」という部分。 これはどういうものかっていうとこのアリによってですけれどもこれを1つ持つものと2つ持つものとあります。で1つ持つものはまだ安全なんですけれども2つ持つアリがいたらちょっと危険かなというふうに思っていただきたいと思います。で、えー、この1つの種ですね副平術が1つのものは腹、えー、部と腹部と 胸部ですね、胸の部分を接続する部分があるわけですけれどもそれが非常に細くなっていますねこれはあの2つ併設を持つものもそうなんですけれども細くなっていますですからこの食べたものをですねお腹の方に送るときにその細い部分を通らなくてはいけないわけですねそうするとあるいは 固形物を食べてしまうとそれが詰まってしまうわけですから固形物を食べられないんですねですから昆虫を取ってきたとしてもその液体の部分だけを飲むそのような、えー、液状にした部分だけを、えー、口の中で吸収していくそのような、えー、役割を持っていますで このくびれですねこの副併,併設が一つのものは安全、まあ比較的安全というふうにありましたけれども二つのものは二節ありというふうに呼ばれるんですねそれからあまり知られていないことかもしれませんけれどもありは本来針を持っているということですね基本的に針を持っていて 一部針を持っていないものもありますけれども、えー、先ほどスズメバチのに非常に近いのがアリだということをお話ししましたそのようにスズメバチが針を持っているようにアリも本来針を持っていると考えることができます。で、あのー、ただアリが持っている毒というのはその多くは擬酸ですね。ですから あのそんなに、まあ、人に影響がないものがほとんどなんですけれどもでも種類によっては、えー、スズメバチに支えたのと同じような、えー、痛みを伴うそういうアリもいます。で、えー、これから「伏兵節」が一つのアリと二つのアリを写真でお見せしたいと思いますけれどもまず「伏兵節」が一つのアリですねこれです。 これは胸赤大アリというアリですね皆さん腹併設がどこにあるかわかりますか左側から、えー、頭部があってその次に胸部があって胸の部分ですねその間お腹に行く手前にちょっと出っ張ったところがこうポコっというのがありますでこれが腹併設ですね次にこれが二節アリカの赤神アリです この2節アリ赤に属しているアリは、えー、お腹のの先にトゲががあるるはっきり分かるんですねまずこの節が2つあるかどうかをちょっと確認してみましょう頭頭部があって胸の部分ですね胸部があってそしてその次に2つこうボコンボコンというのがあってでそれから腹部になっているのが分かりますか こういう種類をフタフシアリというふうに言います。ですからもし皆さんこういうフタフシアリの仲間を見つけたら触らない方がいいと思いますね。で、このお腹の先のところなんですけどよく見ていただきたいと思います。お腹の先のところにこう下に向かってトゲが出てるのわかるでしょうか見えるでしょうか。で、このトゲで刺されるとこの特にこの赤髪ミアリは えー、非常に痛みを覚えるような毒を持っていますので、えー、これに支えたら大変です。あの幸いなことには日本にはほとんど生息していないんですけれどもただあのアメリカですねアメリカとか、えー、北アメリカ中央アメリカ南アメリカに生息しています。でえー、この 赤アリがいつの間にかこう米軍と一緒にやってきてですねで沖縄とかの米軍基地の周辺なんかには、えー、住んでいるということですのでもしこういうのを見つけたら気をつけていただきたいと思います。沖縄だけじゃなくても米軍基地の周辺にいる可能性があります、えー、これは次の写真ですけれどもふタフシアリ赤のアシナガアリですね。 これも日本に住んでいるアリですいかがでしょうか節が2つ見えますか左側から頭部があって、えー、胸部があってその後節が2つあってそしてお腹になっていますまた、えー、この触覚のところですけれども併説と弁説の違いわかるでしょうか併説は ちょっと茶色い色いが濃く見えますね弁節の部分はいくつもの節に分かれていてそこはちょっと白っぽく見えますけれどもこの違いもここに留めておいてくださいまた大顎ですねこれで、えー、いろいろなものを、えー、加えたりしますあるいは紙み砕いたりするわけですねさてあるいは液中でしょうか害虫でしょうか あるいは実はその巣穴を作るわけですけれども巣穴を作ることによって土壌をほじくり,ほじくり返すといったでしょうかね。ということはどういうことかっていうとです固まってしまわないで良い土壌ができるのでそういう意味では人の役に立ちますまた害虫を食べてくれるわけですね。 で人にとって有害な害虫を食べてくれるのでこれも役に立ちますしかし害虫に変わるときもあるわけですね例えば皆さんが砂糖を家の中にこぼしておいたらどこからか,どこからかアリがやってきて行列を作っているそういうことってありませんか高いマンションの上なのになぜこんなにアリがやってくるんだろうそういうふうに思うこともあるかもしれませんね また先ほど言ったように赤髪アリのようなあるいは、えー、足長アリのような人に害をもたらす人を刺して、えー、強い痛みを伴うものもありますので、えー、そういうものは害虫に属するわけですね。またアリはどれぐらい生きるでしょうかアリは大体、えー、そのアリの種類によっても違うんですけれども。 女王アリはだいたい10年ぐらい生きるというふうに言われていますそれに対して働きアリは数ヶ月から数年ですねだいたい長くて5年ぐらい生きるというふうにも言われていますけれどもということは女王,女王アリの方が非常に長生きをするっていうことがわかりますアリが住んでいる巣のことですけれども 私たちは普通アリの巣というふうに呼んでいますけれどもその一つの巣ですねそれを科学的にはコロニーというふうに呼びますで、そのコロニーの中にはどういうアリが住んでいるかというと女王アリがいますそれから、えー、オスアリがいます兵隊アリがいますそれから働きアリがいるわけですねで、あのこの写真はハキリアリというアリなんですけれども この右側の2つ大きい蟻がいますけれどもこれはどちらも女王アリです1つは羽が生えていて1つは羽が生えてないですよねこれはどうして違うんでしょうか実はこの羽の生えているアリはまだ子供を産んだことのないアリですねこの後、えー、オスと一緒に飛び立ってそして子 もうまあ交尾をして子供を産める体になると羽が抜け落ちてしまいますですからこれはまだ、えー、オスと交尾する前の女王アリということが言えるわけです、ね、それに対してその隣の羽のないアリですけれどもこれは交尾した後の女王アリということですねそれからその隣に、えー、ちょっと体の大きいアリがいますこれは 兵隊ですねこの写真の中には残念ながらオスアリはいないんですけれどもが、えー、がちょっっと体が大きくなっていますそしてその隣にあるのがいるのが、まあ、全部働きアリですね。で働きアリであの生まれたばかりのものとある,ある程度もう年齢の、まあ、何年も生きているものとですねいろんなアリがここに示されています。 このコロニーの中で、えー、働きアリと女王アリといるわけですけれども働きアリは全部メスです。実はこの兵隊アリも、まあ、兵隊アリっていうと強そうだからオスかなと思うんですけれども実はメスなんですね。ということはこのコロニーの中に普通いるのは、えー、メスアリだけだっていうことです。じゃあなぜ女王アリはこんなに大きいんでしょうか働きアリは 大きくないんでしょうか実は女王あにを作るためには特別に栄養価の高い食事が与えられるわけですねもともと同じ働きありになれるあるいはどの働きありも元々女王ありになれるそういう性質を持っていますしかし何を食べるかによってあるものは女王ありになり あるものは普通の働きアリになるわけですね。でこの女王アリの場合は、えー、まあ卵がかえった時からですね特別の餌を与えられていきますそしてどんどん体が大きくなっていくわけですね。でそして大きくなってこの写真の右側のような羽の生えた、えー、女王アリとしてさなぎから出てきます。また同じ頃に この女王アリが育つ頃にオスアリも出るわけですねでオスアリの場合は無性生殖で出てきますそしてこのオスアリとメスアリは飛び立っていくわけですね女王アリとです、ね、オスアリは飛び立っていくわけですそれから兵隊アリっていうと皆さんいつ頃に えー、これは出現すると思いますかこの兵隊アリが作られるのは比較的巣がでできた後の方ですね最初の頃は女王アリが、えー、子供の面倒を見るわけですけれどもで最初に帰ったアリは全部働きアリになりますで働きアリがどんどん増えていくわけですね。一つのコロニーで100匹を超える頃から 働きアリの一部のものがこの育ってくる幼虫ですね幼虫に特別な餌を与えてでその特別な餌を与えられたものが兵隊ありになります大体その一つのコロニーの中で兵隊アリの割合っていうのは5%か10%ぐらいっていうふうに言われているんですね。じゃあこの兵隊アリはどんな仕事をしているんだと思いますか 名前からしてもう巣を守るとかですねあるいは外に出て行って、えー、戦う他のアリと戦うとかそういう働きをしているように感じるかもしれませんねでも実際にはこの兵隊アリが戦うっていうことはそんなにありません例えば、えー、攻められてきたとしたらですね例えば他のアリが攻めてきたとしたらこの兵隊アリは まずちょっと奥の方に引っ込んでしまって、で普通の働きアリが戦うわけですね。えー、なぜそんなことをするのか。まあ体が大きくて頭がすごく大きいので兵隊アリという名前が付けられたんだと思いますけれども、実際にこの兵隊アリと名付けられたアリがしていることは何かというと、えー、アリが働きアリが餌を運んでくるわけですね。 で穴の巣穴の中に入らないような大きい餌を運んできた時その顎で大きな顎でそれを細かく、まあ、粉砕してですねで穴の中に引っ張り込めるようにします。それが主な兵隊ありの役割ですねですから、えー、名前負けしてしまうような、えー、名前を持っているわけですけれどもまあいずれにせよ この兵隊アリは戦うのが仕事ではなくて巣の中で物をを砕いいたたりそういった働きをするわけです、ね、ですからもともとからこのアリにとってはこの兵隊アリがいなくても何とかなるそういうアリのわけですね。この写真を見ていただきたいと思いますけれどもこれはアリの巣別れの写真です。 ちょっとアリがうじゃうじゃいて気持ち悪いかもしれませんけれどもこの中に羽のあるアリと羽のないアリと両方いるのが分かるでしょうか。このの羽あるアアアリリリは女王とオスですね巣若邸の時期が来ると女王アリとオスアリがたくさん出てきてですね女王アリとオスアリがペアになってあちこちに飛び去っていきます。 でそれによってこの女王アリはまたオスアリは新たなコロニーを作っていくわけですね。そして女王アリとオスアリは飛びながら交尾をしたりこれもオスアリと女王アリが交尾をしているところの写真ですけれどもこのようにしてアリは新たなコロニーを作っていくわけです。そういうわけで。 アリの一生を簡単にまとめます。と、えー、まあ、アリの巣の一生といったらいいでしょうかね？ね、えー、巣分かれをしてお座りとメスアリが飛んでいきます。で交尾が終わるとお座りはそのまま死んでしまうんですね。えー、儚い人生なわけです。けれどもで、女王アリは羽を落としてで、あの自分の好きなところにですね。巣を作り始めます。 巣の穴を掘り始めるわけですねで自力で1匹だけで穴を掘り始めてそして、えー、まず、えー、自分の卵を産むのに適切なスペースを確保するわけですね。で、えー、産卵をしてで数日後に働きアリが孵化するわけですね。で働きアリが孵化すると、えー、育てられるのは女王アリだけですので。 女王アリが一生懸命体をなめたりですねあるいは、えー、唾液を与えて唾液というのは、まあ、餌ですね餌を、まあ、幼虫に与えてそして、えー、女王アリが育てますで何度か脱皮を繰り返した後でさなぎになるわけですねでそのさなぎになった後、えー、働きアリとして成虫になって出てくるわけですけれども この最初の1回だけ女王アリが働きアリをまあ育てるわけですね手塩にかけてかどうか分かりませんけれども育てるわけです。でその後はですね今度女王アリの役割は何かというと、えー、卵を産むだけですで今度は働きアリがこれまで女王アリがしてきたような、えー、働きをしていくわけですね。 今日は、えー、アリの話の途中になりますけれどもソロモン王が怠け者よアリのところへ行きそのやり方を見て知恵を得ようアリには狩猟も司も支配者もいないが夏のうちに食物を確保し借り入れ時に食料を集めるアリは自分に与えられた役割をそれぞれこなしているわけですね。それは 蟻の,いいの中に支配者はいませんけれどもその蟻の社会を司っているのはどなたかっていうとこの蟻を作られた創造主であるっていうことを私たちは心に留めておく必要があります。もし創造主がおられなかったならば蟻は自分の脳の中に、えー、自分がどう行動していいかっていうプログラムがなされていないわけですね。そうすると自分勝手に したいことをするようになってしまいますでもアリはきちんと必要なものを与えられています、えー、どう行動したらいいのかという本能ですねで本能に従ってそれぞれの役割をこなしそして、えー、地球上に繁殖していくことができるように作られているわけですこの真言の六章は次回も続けて使いたいと思いますこの真言を書いた ソロモンですけれどもどれだけこの動物や植物の知識を持っていたのかなっていうことを時々思うんですね私もまあ、天に行ったらソロモンにもいろいろ質問してみたいなと思っています皆さんはいかがでしょうか皆さんはイエス様に質問するかもしれないですねいずれにせよ本当にこの世界のことは私たちは ままだまだ十分に知り尽くすことはできないわけですけれどもやがてもっと完全な形で知ることができる日を楽しみにしたいと思います。